皆さん、マリオ RPG は楽しんでおりますか？やっておりますか？で、今日の内容としましては、レアアイテム。その中でも、取り逃すと、二度と入手ができないものが、実はございますので、そこについて語っていきましょうか。で、厳密には、レアアイテムっていったところで、アクセサリーのことを指していると、まあそういったところでとても重要なので覚えておいてください。まあ正直ね、利便性とか活用性っていったところを考えると、まあ、正直そんなに利活用できるところがあるかと言われるとそうでもないんだけど、まあ一応ね、レアアイテムの中でも特大レアアイテムって位置づけで覚えておいてください。ではこちら内容入っていきましょうか。まずはこちらをご覧いただければと思います。大きく分けると2点ございまして、1つ目はドドの羽、2つ目はブッキーのお守り。こちらの2つはね、ガチの限定アイテム、限定アクセサリーとなっていると。特に入手のポイントとしましては、こちらに記載がある通りなんですが、マシュマロの国の宮殿内の床、ドドのつつきクリア後かな、こちらに、ドドの羽ゲットすることができると。でブッキーのお守りに関してはブッキータワーでブッキーからもらうことができます。まあ具体的にはカーテンめくりクリア後で、このドドのつっつきのあれなんだけど、これをねクリアすることによって、確定でゲットすることができるので、もし失敗してしまった人は、おそらくまだねゲットできていない、取り逃しているかと思いますので、もし自力コンプリートしたい、アクセサリーも防具も武器も全部集めたいんだっていう方は、もう残念ながらね取り逃してしまってるから、これらの入手方法としましては、冒頭でも言った通り、取り逃すと二度ともうこのゲーム内で入手ができないからガチで注意点なので、もしゲットしたいんであれば最初からもうゲームをやるしかないと。データを消して最初からまたやり直しですと。まあ、そんななんか強い思いとか全てコンプリートしたいというニーズの方でそんなにないと思うけど、まあそういったマニアックな方はね、残念ながら、もう一回やらないといけないので、そこのところは注意が必要かな。まあ言ってもね、このアクセサリーに関しては、まあ使えるっちゃ使えるんだけど、まあそんななんかめちゃくちゃ強いかって言われるとそうでもないし、で最強の、アイテム、アクセサリーって位置づけでもないから、まあ特段ね気にする必要性はないけど、ただ一方で取り逃すと二度と入手ができないものとなっておりますので、こちらに関しては絶対に覚えておいてください。で他にもですね、このゲームっていうのは様々なレアアイテムがございます。例えば入手がねちょっとめんどくさいけど、ヒマンパタコーラとかケロケロの杖とかソニックシンバルとかスターガンとかワンワンとか、まあドリルクローとかなんかいろいろあるんだけど、まあこれらも全てレアアイテムっていう一つの括りで問題はないかと思っていますが、ただまあこれらに関しては、一回ミスってしまったというか、まあミスってしまったっていうかスルーしてても後々ゲットすることができるから、まあそういったところで別になんか二度と入手ができないってわけではないので、そういったところは特に問題がないのかなと。たださっきも言った通り、さっきの2つのアイテム、アクセサリーに関しては絶対にもうねこのゲーム中ではゲットできないから、そこのところはね覚えておいてください。まあそんな感じでございます。いやーけどねー、なか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 厳禁なところがあるよね、このゲーム。割と取り逃しね、してしまいそうなアイテムとか、それ以外のものもあるので、なんか一回でさ、すべてゲットできるとか、取り逃ししないっていう方っているのかな、このゲーム。結構なんかそういった要素あるからね、このゲームは。そこがね、最大の注意点よ。まあ、例えばそのキノコ城の剣とかもそうだし、なんかいろいろあるよね。例えばそのアイテムとか、今回アクセサリーとか、そういったところをね、紹介させていただいてますが、例えば、初回見逃してしまうと二度とね、見ることができない映像とかムービーとか、そういったものもね、いくつか隠されていたりとか、
だからまあ良くも悪くもなんかこのゲームってね、2周目3周目やることをね想定されて結構作られていたりするから、まあそういった意味ではまあ1周あたりのそのゲームのクリア時間、特にメインストーリーだけに絞るとそんなに長くはないんですが、ただ一方でそういったね違った遊び方とか、コンプリートを目指した遊び方をするんであれば結構難易度がね鬼畜になってくるので、まあそういった意味では割とね楽しめるゲーム、中長期的に楽しめるゲームかなと思いました。まあそんな感じでございます。はい、まあそういったイメージは合ってますね。さあっていうところでちょっとね続きをやっていきましょうか。いやーマリオか、面白いけどね。なんか良くも悪くもこういった要素結構あるよねマリオって。なんか他のゲームとかだとさ、まああんまりないんですよね、こういったなんかなんだろうね、二度とゲットすることができないみたいな。言っても二度とって言ってもさ、何かの条件を達成したりとかするとゲットできたりとか、で何しろその2周目3周目っていうのが最近流行ってて、そこではゲットできるとか上位交換がゲットできるとかあるんだけど、このゲームねそういったのがないからね。うん、まあそんな感じでございます。ただマリオ RPG ぐらいだよな、最近出たゲームでそういうなんか設定というかそういった部分をね取り入れてるのって。まあ逆に言うとね、もう一度遊ぶっていう動機にもなるからさ、まあそういった意味では別になんか悪くはないのかね。まあ何とも言えないところではありますけど、っていうかさ、これホリパッドとか用意してたらさ、めちゃくちゃレベルアップできんじゃねえのここのポイント。あーけど結構火力あるのかこれ。ホリパッドで A ボタン連打でも普通に勝てそうだからさ、まあ、ある程度のレベルまで行ったらさ、無限にレベルアップできそうな感じもするけど、結構あれなのか。なるほどね。結構火力あるんだね。なんか割とこのゲームでもホリーパッド活用できるからね、連射コントローラー。で、ぶん殴っていく。ぶん殴っていく。ぶん殴っていく。で、ピーチが結構やられている。よいしょ。そんな経験値もらえねえんだよな、このゲーム。このゲームっていうか、今なんですか。マリオ死んでんじゃねえか。適当にやってたら死んでんじゃん。頼むぜ。ただこれ A ボタン連打っていうかさ、脳死で普通にやることもできるのか。今適当に A ボタン連打してるんだけど、なんかこれもこれでありなんだね。なるほどね。ってことで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。以上、取り逃すと二度と入手不可なアイテムでした。ではまた。